リーグ前半戦の大一番、3位新潟との直接対決を制し、首位に躍り出たジュビロ。この試合を最後にドイツに旅立つ伊藤洋輝を最高の形で送り出しました。先制ゴールはその伊藤からでした。前半6分、伊藤の絶妙なスルーパス、阿吽の呼吸で飛び出した松本がボールを受けると右足一閃、伊藤のラストパスからネットを揺らし先制、試合の主導権を握ります。中に出そうかなというか、中を見て確認して最後はトラップした後に伊藤で決断しました。白木からこう最後にパスをもらってゴールを決めれたというのは本当に嬉しいです。しかし前がかりで攻める新潟に押し込まれ、我慢の時間帯。うちも持ちたかった気持ちはあったんですけど、カウンターのチャンスっていうのは来るなっていうのは多分みんな感じてた部分はあると思うんです。すると18分、セカンドボールを拾った瞬間、その時が来ます。山田がドリブルで左サイドに開きながら持ち上がり、相手を引きつけると大津から逆サイドのルキアン、狙い通り鮮やかなカウンターからルキアンが得点ランキングトップタイとなる11点目を決め、リードを広げます。これで終わらないジュビロ。32分、フリーキックからこぼれ球を大津、最後に押し込んだのはルーキー森岡。フォワード顔負けの鋭い反応を見せた森岡、嬉しいプロ初ゴールで新潟を突き放したジュビロ。連続無失点勝利は止まったものの、新潟を振り切り怒涛の8連勝、ついに首位に立ちました。そして試合後、ドイツシュツットガルトへ期限付き移籍する伊藤洋輝選手からサポーターへのメッセージが。僕は今日でチームを離れることになりますが、明日からは一人のサックスブルーサポーターとして12月に J1 昇格という最高のニュースをドイツで聞けるように楽しみにしています。なんかね、いい形で送ってあげたのかなという感じはしますし、まあ、8連勝、はい、まあ、確かにね、2失点はしましたけれども、はい、まあ、非常にチーム状態の良さというのが現れてますし、まずね、前半のうちで3点取れたこと、まあ、非常にこれ大きかったのかなと思いますね。クリスさん、いかがですか。あとやっぱり守備で我慢ができたっていうところですね。そこにやっぱ攻撃に行くっていうチームのこう形っていうのができたと思います。現在リーグ首位ということで、この勢いそのままにいきたいですね。ジュビロはあさって午後7時からアウェーでレノファ山口と対戦します。ジュビロの前身、磐田市のヤマハ発動機サッカー部と浜松市の本田技研サッカー部は、今から30年以上前の日本サッカーリーグ時代からライバルチームとして熱い戦いを繰り広げてきました。その戦いは浜松と磐田の間を流れる天竜川にちなみ、天竜川決戦と呼ばれていたのです。そして行われた令和の天竜川決戦、ホンダ SC が再びジャイアントキリングか、ジュビロが返り討ちとするか。試合は前半2分、いきなり動きます。右サイドでボールを受けたファビアン・ゴンザレスが個人技を生かし、エリア内で粘って来日初ゴール。ジュビロが幸先よく先制します。勢いに乗るジュビロは27分にも、右サイドでファビアン・ゴンザレスがボールを受け、ためを作ったところで最後は小川幸喜。さらに小川幸喜は35分にも追加。
戸のラストパスを受けた鈴木。ここ中央も崩したもんね。執念のゴールで1点を奪います。しかし格上のジュビロ、40分にミキがゴールを奪いダメ押し。天竜川決戦はジュビロに軍配が上がりました。veníamos mentalizados de que era un clásico y siempre los clásicos hay que ganarlos. 僕たち違うなって感じたのは、中押し制であったり、やっぱり絶対に負けないっていう、プロであるっていう、そういう気持ちを感じましたし、僕らはそれに対して、まあ、アマチュアなのに受けてしまったところは、非常に、まあ、反省点かなって思ってます。まあ、お互いね、調子同士だったんでね、まあ、どうなるかなと思ったんですけど、やっぱりジュビロの方が勢いがありましたね。そうですね、最初のところでやっぱ入れられたっていうのはちょっと本田にとってはちょっときつかったんじゃないですかね。そうですね。でもすごく楽しませていただきましたね、はい、ジュビロは来月4回戦も戦います。